お世話になります、ひとりでございます。以前キルクスタウンのジムミッションでノーミスクリアするとどうなるかの動画を上げましたが、ジムリーダーのマクワがあるセルフを放つと判明しました。キルクスタウンはソードとシールドでジムリーダーが違い、シールドでは大きな2個のメロンを携えたメロンがジムリーダーであり、みんな彼女には興味津々意気揚々ポケナビ持って準備完了だと思うので、彼女にどんな言葉攻めをしていただけるか気になりますよね。私は気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回はキルクスタウンのメロンのジムでノーミスクリアしたらどうなるのか検証していきたいと思います。はい、ということで貴重なサタデーを使ってちゃんとね、ここのキルクスタウンのとこまでわざわざね最初から進めました。このためだけにやったんで皆さん褒めてください。それがせめてもの救いです。多分ね、私ねまた間違えそうな気がするんですけど、本当覚え悪いからね、まあ頑張っていきます。一発でいけたらいいなっていう、まあ攻略サイト見てやってんだけどね、それでもミスるっていう低たらくでございますから、やっぱこっちの方が見栄えいいっすよね。ちょっと審判のおっちゃん寒そうだよその格好じゃ。はい、じゃあ行ったるで。よし、来た。完璧に来た。さすがだね。はい、じゃあこっからね、もうあとはメロンさんの言葉攻めいただくだけです。さて、どんな言葉で誘惑していただけるのか気になるところですね。はい、こっから来ますよ。来ますよ。あたしはメロンだよ。え、こんな田舎っぽい喋り方だったっけ？そういうイメージなかったんだけど。ご覧の通り氷タイプのポケモンでチーム組んでいるのさ。ちょっとすごいじゃない。穴に落ちることなく私の元までたどり着くなんて、気を引き締めていない、いかないと足元をすくわれちゃうかも。さてと始めようか。ちょっと私は卑猥に聞こえてしまいました。凍らせて逃げられないようにして、あとはおとなしい。でもこれ結構匂わせてるよね、もともと。いや、ちょっとこれ狙ってるよな。そう、私たちのファイトスタイルはシビアなんだよ。うわぁ、こういう感じか。ちょっとね、これは盛り上がっちゃいますね。これ絶対さ、シールド買った方がいいじゃん。いや、ソード買った人絶対損だろ、これ。いや、マジかよ。触りすぎだろ。ということで検証結果、キルクスタウンのメロンのジムでノーミスクリアしたら、卑猥でした。ちょっとこれは明らかに意図的に狙ってるような表現ではありましたよね。言葉攻めっていう表現もあながち間違ってなかったですね。マクワの方の動画をご覧いただいた方はわかるかと思いますが、彼のセリフ聞いてね、ちょっと不快に思った方もいるかと思いますが、メロンさんのは完全に快感に近い感じなんじゃないかなと思います。多分彼女が言いたかったことは、メロメロになってメロンのメロンをペロンペロンしてね、ということなのかもしれませんね。